エンドシティを今削っていってますが、だいぶ削れてきたかな。一番高い場所から削っていってるんだけど、今塔というか、このなんていうの、離れみたいなのが大きく分けて、現在3個くらい残ってるのかな。そことこことここが。で、削っていくと一番高い部分が入れ替わっていくから、一番高いところから削るという感じで、入れ替えながら削っていってる。この辺まで来るとあれだね。こっから上から削るっていうより、この3、4マス上を削るくらいが効率がいいような感じがするな。足元削っていってると、やっぱり滑落の心配をしないといけないから、まあ、一応、あ、そうだった。これ、いや、このガラスブロックも欲しいしな。ちょっと待って。あいて。シルクタッチね。シルクタッチを、あとこれを壊すときもシルクタッチで壊さんと、まあ、今の環境では、下にエンダーチェストの予備があるから、まあ、ミスっても問題ないんだけど、割とね、あんまり混在させたくないよね。でもシルクタッチでやっとかんといけんのか。うわ、悩ましいな。悩ましいところだわ。シルクタッチだと効率が悪く、ガラス以外のところはいいんだけどな。そんな変わんないかな。今シルクタッチ。あ、そんな変わんないかな。これが硬いな、なんか。プルプはブロックそうでもないけど、エンドレンガが地味に硬いんだな。なんか、2振り分くらい長い気がする。よし。で、そことどっこいどっこ、あ、全部同じくらいの高さになってきた。エリートのほんま良かったですね。うん、やっぱこういう作業するときにかなり役立つよね。いや、まあ、エンドの作業に限らず、高所作業するときに、かなりありがたいよね。程よいとこまでやって、どうしようかな。違う作業しようかな。プルプアブロックを、プルプアブロックが足りないなと思ったらエンドシティを壊すみたいなのでやっていけば、実質、相当手に入るよな。まあ、加工済みのプルプアブロックだから、手間がかからない反面、なんていうんだろう、他の、なんていうの、ハーフとかで取っちゃったら階段にはできないみたいな、そういう制約はあるけど。そんな感じですね。こっからそっか届かないもんな。下から見るとどうなってんだろうな。結構明るいよね、この蛍光灯みたいなの。まだ下があるね。どうかな、結構取れたかな。見て。まあまああるか。とりあえずこんなもんでいいか。じゃあ荷物まとめて戻るかな。あんまり今日こればっかりやってもね。最後戻るときにどんくらい削れたか見てから帰ろう。エンダーチェスト持ってるからこれでも変えればいいんだよな。おお、あとこんだけか。ここ、ここ2つと、第1弾下って思ってたんですが、ここか。もうすぐでしょ、こんなん。ちょっと一瞬向こうのエンドシティの様子見てみるか。エリトラまだ耐久あるよな。一瞬様子パッと見て、もう着地せずに戻ってこようか。エンドシップがさ、このあるかどうか気になるしね。明るさは最高の 1.5 です。あれ明るいよね、やっぱすごいです。くれぐれも気をつけながら。え、そこにもエンドシティあるわ。エンドシ、あれこじんまりとしたこじんまりとしとんな。エンドシップないね。そしてなんか比較対象物みたいなのがないから、迷いそうで怖いね。戻ろう戻ろう。こっちね。こっちで一回でいいかな。方角はこっちやろ。エンドシップなかったな。こっちもちょっと見たらあるんかもしれないけどね。あんま無茶せんな。エンドの探索、エリトラあったら楽だけど、リスクもちょっとあるから若干怖いよね。周辺を見渡すのには本当いいわ。キワに出すな。でもやっぱ全く一緒のところに出てきてるような気がする。そうですね。もし、じゃあ、ちょっとプルプラブロック使って整えていきますかね。アーカイブ切り替えよう。